どうも皆さんこんにちは、こんばんは、エルザレットです。今回はエリアで XP を上げるために意識した5つの行動となります。トライストリンガーを使っていると得意不得意のルールって出てきますよね。特にエリアに関しては苦手意識っていうのがありました。ですがエリアで立ち回りを変えてからというと何かと XP が上がり始めてきましたので、それを共有できればと思います。今回はエリアに特化した試合中に意識していたことをまとめていきたいと思います。もともと弓はエリアは不利だと思っているので、少しでもエリアの参考になれば嬉しいです。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速解説していきたいと思います。そもそもトライストリンガーとエリアの相性についてですが、正直難しいなと思ってます。勝てないことはないですが、キルがどれくらい取れるかによってかなり左右されるというような気がしてますね。また立ち位置のせいか、味方が塗りをせずに任せれると敵への攻撃回数が減るので確実に負けにつながることが多かったような気がします。塗り方によっては確かに強いんですけど、シューター同士の塗り合いでもエリアを取るのは難しいので、弓で塗る地点ではかなり厳しい状況かなと思います。この点から攻撃をしっかり続けれること、キルが取り続けれなければエリアとの相性はかなり悪いと思います。では相性という点では難易度が高いエリアですが、勝率を上げていくために意識したことを次からは紹介していきたいと思います。1つ目は初動短期決戦です。初動での人数有利を作れるかどうかでかなり試合展開が変わると思ってます。初動ではエリアの取り合いが起きます。この時間が長いと相手の裏取りやスペシャルの優劣によって一気に押し込まれます。エリアでは活躍しにくいメガホンとポイズンなので、初動でしっかり先制を取り切りたいんですよね。またこのタイミングでキルが取れないと立ち位置から味方に塗りを任される展開になるので、キルを取りたいところです。こんな感じで初動が均衡状態になっていると前衛が焦って裏取りを仕掛けたりするので、味方がデスするリスクも上がります。この点を踏まえると初動は必ずと言っていいほど1枚以上は人数有利を作り、かつエリアの確保を狙うということが大事になるかと思います。ミラー武器がスピナー種なら塗り返しは基本勝てないですからね。というか確率が勝てない確率の方が高いので、キルの押し付けが重要になってきます。初動は積極的に取り行きましょう。どうせ初動負けたら押し込まれる可能性が高いですからね。2つ目は局者を通すことです。これはマップ次第の部分でもありますが、攻撃をずっと続けるためには局者は重要です。エリアの塗り合いをするときには必ずと言っていいほど周りの障害物や壁裏などある程度固定位置に敵がいます。そこから塗りを行い、エリアの確保などをしていきます。普通の武器なら攻撃が届きにくい場所なので攻めづらいんですよね。そこで大事になるのがトライストリンガーの局者です。この局者によって敵の邪魔をすることが重要になります。例えばですが、ヤガラ市場などエリア周りを見てもらえるといいかと思います。柱に隠れている敵が多いですよね。しかも塗りがある程度できるのでエリアも確保が難しくなっています。こういう時に局者をすると引かせれるわけです。単純にキルすることも大事ですが、エリア周りから引き離すというのも味方の善を生かす上では非常に大事なことかと思います。しかも被弾しているとなると善がさらに強気に押し込めるきっかけになるので協力がしやすくなるんですよね。また局者によって敵が引いてくれるならチームの前線を上げるきっかけにもなりますので狙っていきたいところです。この局者に関しては一度マップ散歩などをして立ち位置からどこまで局者が狙えるのか試さないと意味がないことですので、ぜひ試してみてください。3つ目は塗りは敵を処理してからとなります。これに関しては最初の相性のところで話したことが問題になるからです。トライストリンガーの強みは塗りをすることではなく、局者やスペシャルによって邪魔と攻撃の圧力です。塗りをするということは敵からするとその圧力がなくなるということになります。塗り行動はしてもいいんですが、相手シューターよりも弱いですからね。塗り合った分インクを消費しますし、無駄打ちにつながります。ずっと塗り合っても勝てない、または意地をするくらいならいっそのこと相手の邪魔に使った方が有利ではないかという話です。
邪魔をしたついでに相手が引いていったりキルが取れるようなら塗りのチャンスは生まれます。なんならそこから前線への押し上げが可能となるのでエリアの確保時間が伸びる可能性がぐっと上がります。このことを考えるとエリアをキープするために塗りをするよりかは敵の処理を優先する方がメリットが多いです。ですがもうちょっとで逆転できるという際は塗りが活躍できますので、そういった時は塗りをするのは大事です。なんならインク切れのタイミングでメガホンを発動すると邪魔をしながら塗り返しもできますので、スペもうまく使っていきましょう。4つ目は押し込みの意識です。これはエリアを確保した後の動きですね。人数有利になった時に積極的に狙いたい行動です。まずエリアの有利状況というのはエリアに近づけさせない工夫をすることです。スペシャルでの押し込みなどがそれですね。ですが指の場合はメインの射程があるため敵のポジションを確保するだけでメインのみで押し込みが可能となります。相手からすると前衛が押し込んでくるよりも後衛が自陣のポジションで陣取っている方が厄介なんですよね。リッターが前に出てきていていいポジションを取ってる時って皆さん辛いですよね。それを弓でもするわけです。ただしこれには注意があります。それは2枚以上落ちたタイミングであるということとデスをしないということです。まず2枚以上の時の理由は前衛が前に出るタイミングだからです。このタイミングで一緒に押し込まないと残っている敵に狙われてしまうため味方と一緒の方がカバーされやすいっていうのがあります。もう一つはデスをしないになりますね。敵陣を取った時の話です。敵陣を取った時には相手の後衛が狙ってきます。もちろんキルを取って対処できるといいですが、前衛と一緒のタイミングで 2,3 枚落ちてしまうと逆転のきっかけを与えることになるんですよね。それを防ぐ意味でもデスはしないように気をつけ逃げれる時に逃げるのが非常に大事になります。そのためスペシャルは出し惜しみせず押し込めるなら押し込み続けるのが非常に大事になります。また押し込めるメリットとしては相手のスペシャルを封じ込めるためです。手前処理のために使ってくれたらエリア付近ではメインとサブのみですからね。こちらのスペシャルが溜まっていたら有利を保つことができます。また押し込むということは足場の塗りができません。こうなると相手はスペを貯めるための行動が制限されます。悪循環を作れるんですよね。そういった点から押し込めるなら押し込みたいっていうのがあります。5つ目は爆発屋で2度塗りです。エリアを効率よく塗りつつ相手を牽制するための方法として使っています。基本的には塗りをすると手前でパシャパシャがいいかなと思いますが、それだとリスクが上がります。エリア付近に敵がいるので近くまで降りて連射打ちはあまりにも危険なんですよね。そのため遠くから効率よく塗るために爆発屋を多用します。マテガイなどの小さいエリアなら 2,3 発で綺麗に返せます。相手に塗り行動されたとしても2発目撃った時に1発目が爆発するので同時に塗ることも可能となります。その点も考慮すると塗りで爆発屋を使う方が安全で確実に返せれる可能性があるんですよね。またエリアを取り返す際にも有効で、爆発屋を置いておくと相手がエリアを通って抜けてくることが減ります。逆に抜けてくる相手は被弾している可能性が高いので対処がしやすくなります。まあ、いわば弾幕が張れるんですよね。すぐ塗り返したい時には微妙ですが、均衡状態の時などには有効な手段かと思いますので個人的には対応してます。チャージ時間によっては位置角に切り替えもできますからね。攻撃の選択肢が常に多く持てるのでそういった点でも重宝しています。はい、ということで今回ここまでとなります。エリアで XP 上げるために意識した5つの行動はいかがでしょうか。トライストリンガーはエリアとの相性は悪いと思いますが、それは他のルールと違って優先度が違うからだと思います。優先度が違うということは他のルールと違って時間をかけて相手の処理ができないとも言えるかもしれないですね。一方的に押し込む必要も出てくるルールかと思いますので、エリアの際はある程度強気なのが大事なのかもです。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。